西宮市と市内外の人形劇団からなる西宮人形劇グループ連絡会が開催する人形劇定期公演。毎回多くの親子連れでにぎわいます。この日は人形劇グループ猫じゃらしが飛んだ青虫とリンゴリンゴリンゴの2つの演目を披露しました。猫じゃらしの人形はすべて手作りで、子どもから大人まで楽しめる演目を目指しています。みんなの気持ちをこちょこちょっとくすぐるような楽しいひとときが過ごせたらいいなって言って猫じゃらしにしました。踏まれても踏まれても起き上がってくるんでね、いいかなと思って。皆さんとっても穏やかでいいお客さん、今日見ていただいて分かったと思いますけど、とってもいいお客さんでやりやすいです。特にここはみんな人形劇見られてはるんで、すごくやりやすかった。主催の市と西宮人形劇グループ連絡会はプロの人形劇団を招いた西宮人形劇祭りを毎年開催するなど、西宮が人形操り発祥の地であることにちなみ、人形劇により親しんでいただくためのさまざまなイベントを実施しています。うさぎたちが遊んでたの、人形劇楽しかった。なかなか人形劇ってね、日常ではないから、でお家でもできないしね、こういうことがないと見る機会がないから、できるだけ来てます。まあ、お出かけのいい機会、なかなかね、雨降ってる日とかは助かります。一回見るともう1年ぐらいね、ずっと覚えて子どもたちが話してくれるんで、すごい印象深いイベントなんだろうなと思いますね。何回も来させてもらってるけど、新しいね演目とかもいつもやってくれるので、子どもも飽きずに楽しめてるかなと思います。こっち行きの子どもたちのためにやっていただける貴重な機会やなと思ってまして、でやっぱ定着してきてて、多分お母さん方にも毎月第3土曜日人形劇やってるなっていうのは結構知られてるのかなというふうに思ってるんで、ちょっとそういう面でも地域の方が中心になって実施してもらって、で見に来てもらえるというのはすごいいいことやなというふうに思ってます。市内を中心としたそのアマチュアの劇団さんで一つグループを作っていただいて、でそのグループから基本的には出て行ってもらってるんで、すごい毎月違う劇団さんが見れますんで、一回来てもまた次の月見に来てっていうふうに違う楽しみがあるかなと思います。で子どもたちがちょっと近い距離で見てもらえる、出演している方と掛け合いとかしながら楽しんでもらえるっていうのはすごいいいなと思いました。この日は68人の市民が鑑賞に訪れ、会場には大きな笑い声が響いていました。